その老人ホームで暮らす人々はみんな穏やかで優しい表情をしています。にっこりと微笑み、優しい声で話しかけるのです。そんなお年寄りたちの視線の先には小さな子猫。実はこの老人ホームではある試みが行われているのでした。アリゾナ州で老人ホームの施設長を務めるシャロンさんは、動物保護施設のスタッフと何度も打ち合わせを重ねていました。お年寄りの方たちと動物たち、どちらもが幸せになれるプロジェクトを立ち上げようとしていたのです。シャロンさんの老人ホームでは、そこで暮らす人々に時間をどう使ってもらうかが大きな課題でした。みんなが元気に動き回れるわけではなく、かといって何もすることのない日々が続くのも辛いものです。一方で動物保護施設は人手が不足していました。次々と困っている動物たちを引き受けなければなりません。特に生まれて間もない子猫を保護すると、24時間付きっきりのお世話が必要となります。もっとたくさんの動物を助けたいけれど限界がある、それが現状でした。そこで老人ホームと動物保護施設が協力することになったのです。シャロンさんたちはお年寄りに子猫のお世話をしてもらってはどうかと考えたのでした。そうして老人ホームにやってきたのが2匹の子猫です。名前はピーチズとタートル。どちらも200グラムにも達していません。その小さな小さな子猫を見た途端、お年寄りたちはみんな目を細めました。こんなに幼い猫と触れ合うなんていつ以来でしょう。昔猫と暮らしたことがある人は、その甘く幸せだった日々を思い出します。初めて猫と接する人は、恐る恐るピーチズやタートルを抱き、たちまちその魅力の虜となりました。懸命にミルクを飲む姿が可愛らしくてたまりません。自然と誰もが笑顔になってしまうのです。そしてピーチズとタートルにとっても、このプロジェクトはとても嬉しいものでした。生まれたばかりで母猫とはぐれた子猫たちは、何よりも愛情に飢えています。温かい手に抱きしめられ、優しく撫でてもらうことを欲しているのです。ここではその願いが叶いました。次から次へとお年寄りたちが優しく抱き上げ、膝の上に座らせてくれるのです。こんなに幸せなことはありません。ピーチズとタートルは毎日幸せを感じ、満ち足りた心は体をも成長させました。あっという間に体重は倍以上に増えたのです。しばらくは老人ホームで過ごし、大きくなったら新しい家族を探す予定となっている2匹。たっぷりと愛情を受けてまっすぐ育つ彼らなら、新しい家でもきっと可愛がられることでしょう。人も猫もみんな幸せになれる素晴らしいプログラム。その新しい試みはみんなに笑顔をもたらしました。お年寄りたちの穏やかで素敵な微笑みが、プログラムの成功を証明しています。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。